僕の名前を全く出さずに道がわからないって言って、彼女が聞いてくれたところで結婚するって決めた。そこなんですか。そこなの。だから。男女問題研究家の山崎せめこです。本日の恋愛大学は、男よりお金を持っているとろくなことがない件についてお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学の助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてアシスタントりーちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はいはい、先生、今回なんですけれども、ちょっと以前セミコ先生が、はい、女の人は稼いでいることをアピールしてはいけないということをちょっとおっしゃっていて、はいはい、やっぱりそれって男性のプライドを傷つけてしまうから言ってはいけないってことなのかなっていうのがちょっと気になったので、はい、今回はそれをちょっと教えていただけたらなと思ったんですけど、そうですね、これね、貯金の額なんか絶対言ってはいけません。ああ確かにそれはないって言っててください。だからない言っても、はい、あんまりないっていうのも金銭感覚がルーズなんかなとか、あ、思われるから、はい、言うてもいいような金額、結婚意識した場合やったら、はい、50万、60万、これ60万ってあるかなとかね、ほどほどの金額、ほどほどの金額で必死で300万、500万貯めても、それ絶対言っちゃダメよ。ああ、なるほど。絶対言っちゃダメ。何でか言ったらね、はっきり言って男性は、はい、女性の成功を喜びません。あ、笑顔でね、ちょっとカメラ目線で言ったけど、はい、だからね、結婚するときにね、はい、東大って今ほら東大卒の女子とかで騒がれてるじゃない、はい、才色兼備とか言って、はい、今は時代でそういう人もスポット当たってるけど、はい、まあでも今でもちょっと若干あるのよ、手前ぐらいで、はい、自分は東大に行ける頭を持ってるけど、はい、レベルを一つ二つ落とす、あえて、あえて、なぜか言ったら相手が嫌がったり、お見合いするときに嫌がるから。嫌がんねん。だから自分がより学歴が高いとか自分より収入が多いって言ったら、男性のプライドがそれだけでも傷つくんです。ああ、そうなんですね、うん、で自分の奥さんがものすごい稼いでるからって言って手を叩いて喜んでる男の人って少ないんちゃうかな。紐とかぐらい、紐でも紐の男の人でも実際自分が稼ぐ能力ないけど、はい、お頑張ってるやんって言いながら心の中ではメラメラしてると思う。伸びとけっていうような、まあいつかなっていうような感じで思ってる人多いの。だから、ね、女の成功は喜びません。で絶対にここなんですよね。そこを考えた時に、はい、稼げる女性が男の人に言ってはいけない言葉とか、はい、まあ女の人が言ってはいけない言葉ってありますよね。なんか言って地雷踏んじゃったっていうことがある人、なんかくるみちゃんなんかいろいろ発言しそうやけどね。どうなんでしょう。なんか私が地雷を踏んだわけでは多分ないんですけど、なんか、まあ、昔ちょっとバンドマンの追っかけをしてて、はいはい、結構、まあ、ストーカーだったんですね。で、あちこち全国ちょっと言ってたんですか。はい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 。でなんか、まあ、普通に、まあ、飲み会ですよね。そう、飲み会でなんか友達が多分別に悪気はないんですよ。軽い気持ちでなんかこの子めっちゃおかけしててみたいな、なんかもう私どこからそんなお金出てるのか、なんか不思議やわみたいな感じで言ったら、なんかそのそこにいた男の人が、え、そうなみたいな、俺にも貢いでよみたいな感じで言ってきて、いやね、ピキってきた。どの顔が言ってんの。そんな冗談言う人。そうなんですよ。ねえ、貢いでよとかあるある。でもそれそれは遊びのね、相手とか、例えば自分がそんなにその本気で持ってない思ってない相手には言えるんだろうね。ああ、なるほど、うん、だけど男の人はやっぱりね、嫌よね、きっと。っていうのは、私もね、まあ、前に結婚していたね、実は9歳年下の男性がおってね、はい、その人なんか9歳年下だから、もう絶対普通に考えても社会人で考えても、はい、私の方がお金持ってて当然ね、年齢差で。そうですね。だけど悲願だ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 。で付き合ってる時はね、そうでもなかったのね、はい、何も言わなかったので、私その時ブティックやってたから、はい、まあ仕入れに行った時とかやったら革ジャンとか買ってくるけど、はい、革ジャンなんか何枚も買って持ってたし、はい、その私が渡すじゃない、仕入れして安く買ったから着るとか言って、もう10枚ぐらい革ジャン持ってたよ、はい、
うん、そんな若い年で持ってないやみんな上着とか、うん、たくさん服あれしてたけど結局膨れておったから、やっぱり結局そういうふうになったらうまくいかなくなって、いくら自分がへりくだって、うん、そのなんていうのか、相手にまあどっかご飯食べに行くときにお金をね、あんたが払ったらいいからって渡してたにしてもね、封筒でポッて渡してたにしても面白くないの。でも女の人ってお金のない男性が成功したら手叩いて喜ぶやん。嬉しくない？嬉しいです。嬉しいよね。だからいくらこう成功したりとかしてお金持ってる女性でも、女性は男性の成功を喜ぶの。だから男の人に言ってはいけない言葉っていうのが、はい、大体ね、まあ、簡単に言うと3つの関わりある言葉、これを言わないでください、はい、今から言います、はい、編集さんにねポンポンポンと入れていただきます。まず、はい、小さい絡みね。背もそうだし気持ちもそうやし、器とか、え、器が小さい、器も小さい、そんなんで終わるよ。それは怖いよね。器小さいよね。そこでも終わると小さい系ね。だから背が小さいのもそうやし、なんか小さいって言われてあんまり嬉しくないみたいな、手が小さいとかね。そうですね、うん、小さいっていう言葉。そしてあとね、弱い、弱い、体が弱いとか、はい、気が弱い、はい、うん、とか弱い系、小さい、弱い。あとね、もう一つ何やと思いますか？何でもいいか言って。1、2、5秒皆さん結構今スピン言います。遅い、トロい。これね、はい、遅いねって、支度する時に女の人支度、身支度遅いじゃないですか。そうですね。で、遅いって言われたら焦ることに対して腹が立つけど、はい、遅いって言われたことにも腹立ちませんよね。そうですね。支度するって焦るから待ってとか言うので、はい、こっちは男の人はね、遅いって言われたらピュンとなりますから。足が遅いもそうね、仕事が遅いもそうね。確かに、うん、だから、もう一回言いますね、はい、まあ、小さいね、はい、うん、弱い、弱い、遅い、遅い。この3つ絡みで言えば、はい、多分ねひねくれると思う。確かに言われていい気分はしないですね。そうそうそう、この3つをね、だから男性はね、あの目指すところ大きくて強い男になりたいのね、はい、これやっぱ遺伝子やろうな、昔のなんかいつも思うんだけど、その結局お金を稼ぐってことは、はい、昔でいう食料品を持ってくるってことが、マンモスを殺してね、肉を持ってきて食べさせてっていう役割が男性の役割で、はい、そのマンモスのお肉がお金、はい、ですよね、はい、なんかそれを取っていけるかどうかっていうのは、あの大きくやっぱり昔でもほら変わるし、はい、でライオンのオスでも強いオスの周りにメス10頭ぐらいあるでしょ。あ、そうですよね、確かに、うん、強いオスじゃないとメスつかないの。あ、これはだから我々の本当のもう遺伝子の中に組み込まれているあれなのね。なるほど、うん、強くないとやっぱり生き残れない、生き残れないの。だから弱い男とかそういうふうに言われたら、なんか自分自身を否定されるワードってね、はい、って言ったらダメだよね。お酒に弱いもあんまり言ったらダメだっていうよ。お酒弱いんだねとか、ああいうのもなんか、ね、道に疎いなんか言うと終わるよね、もう。例えば女の子が、私探偵やけどね、結構ね、道間違うんですよ。間違うんです。だから GPS 持ってて私どこいてるみたいな電話して他の調査員に合流してもらうっていうふうによくやるんですけど、だからうわ大丈夫っすか言われても全然嫌じゃないんだけど、うん、男の人ってね道聞かないでしょあんまり。そうですね。車乗ってて、今はまあナビがあるからね、はい、聞かなくてもいいけど、ナビでも、少し安いナビって、はい、きっちり現地で行けない時あるやん。あ、確かに。到着いたしましたとか言っても、どこなんみたいな時って聞きたくなるやん、はい、それでも聞かない男の人あんまり。あ、確かに、うん、女の人の方が率先して聞く、うん、聞くでしょ、うん、だからある方なんかは道がわからないって話で、今車乗ってるんですけどとか言って電話したり、道がわからなかったんですっていうのも電話するのもやめてくれて彼氏に言われたのね。今ちょっと一緒にいてんやけど分かんないの道とか言って、うん、でと聞くときに、その彼氏の名前を出さずに自分が分からないって言った女の子が言うのね、うん、そしたら彼氏めっちゃ喜んだんだって。
僕の名前を全く出さずに道がわからないって言って、彼女が聞いてくれたところで結婚するって決めた。そこなんですか。そこなの。だから何が嫌がるかっていうのは、なんか道を知らない、迷ってる言ったらね、もう男として否定された気持ちになるんだって。あ、うん、だからもう頼りないっていう、はい、まあ器が小さい頼りないって言われてるのが感情イコールになるんだって。あ、だから全くその辺の感覚は違うからね。だから、まあ、女の人の成功を喜ばないのと、うん、その貯金のこともそうやしね、言わない方が無難なのね。そうですね、うん、無難なの。で本当にないって分かってて、どうしてもいる時って場面ってあるじゃないですか、はい、お金、実はお金持ってんでっていう、こう、もう入院していました、でも支払いがあって100万払わなあかんねんけど、もう病、もう家にも帰れないし、もう入院で集中治療室に入ってる時に、はい、あ、持ってるよって言って出した人もいます。持ってんねんやとかねって、ありがとうって言って、そういう時には出してもいいけど、それ以外ではね、ないって言ってる方が女の人は絶対得やから。なるほど。あるって言ってね、なんかこう自慢したい女の人も言ってるの。私ですごい結構貯めたよとか、あ、でも全然たまんないお金なくてねとか言ってる方が、男の人は自分よりこの人が下だと思う、その優越感に浸れるの。うん、だからそういう風にして、こう稼げる女の人はあるって言わない方がいいよね。時代は踏まないようにしてくださいということで、本日の恋愛大学終了します。ありがとうございました。